はい、働きやすいです。働きはい、たおいじさかまも。社長で自分が店にバンバン行くのよ。ああ。どう？大阪のお菓子屋さんの会社があって、そこの会社も7、もうええ、ちょっとめっちゃおじいちゃんおばがやってんねんけど、はい、朝4時とか5時に会社に毎日行ってるわ。朝から掃除すんねん、仕事で趣味で。で、そこも、めっちゃ頑張った現場のアルバイトの人にボーナスと恐ろしい金をやんねん。もう金儲けは趣味じゃないねん。さて、やってみんなが楽しんでくれて、こう成長するのが楽しいね、共に。ああ。うん。今、コウタ君言ってんの、めっちゃしんどい現場の仕事があるのに、あ、みんな頑張れよって、まあ、そこそこの決まった給料やって、そして俺はこんなことやりたいねって夢語ってんねん。現場の人は一番嫌なおむつ替えたり、いろんな嫌なことをいなくなって わしゃわしゃしたり、いろんなことが毎日起こってんのに、コウタ君、人たまに来て、おう、どうやって楽しくなってるかーって、やってるわけないやん。そうですね。はい。はい。ですよね。はい、そうですね。ってなると、これやりたいことはちゃうんちゃう？その、でも、高齢者に、その、携わった仕事がしたいっていう気持ちはあるんです。だったらいろんな携わり方があるやん。今言った、例えば農業で、はい、高齢者で、高齢者がもういなくなったり、今農業を継ぐ人がいなくなったりだとか、それとか実際趣味でやってる人ばっかりしかいないと。はい。それとか売り方がわからないとか。ああ、はい。そういうとこに入っていって、そこを一緒にやっていって、こう大きくしていくことをサポートするとかさ。ああ。おじいちゃんおばあちゃん、だってみんな、死に、ま、言うとったらええな、島の話、おばあちゃんの話。聞いた？こうだもん。いやー、多分言ってないと思いますね。言うだけたら、あれ。愛媛のある島に、4月ぐらいに行ってきたんやけど、そこのおばあちゃん、そのつい最近まで、もうベッドでずっと寝、もう体調悪くて、ね、寝たきりやったらしいんよ。で、ただその年に一回、その島って、ひじきが取れる日っていうのがあるんよ、数日間。この日からひじきを取っていいですっていう。そのひじきを取り始めれる日っていうのが、まあ島で言ったらもう結構大きいイベントの日だよね。そのひじきから取れるぞっていう。それで、そのひじき、日本国産のひじきにすごいお金になるんよ、結構。はいはいはい、そう、3日4日ひじき取って、車買ったっていう人もおるぐらい稼げるんよ、そのひじき。え？そうだ。っていうね、ひじきをね、さあ、今日から取りますってなった瞬間に、その寝込んどったおばあちゃんが、めっちゃ腰曲がって、もう90度ぐらい曲がってんで、そのおばあちゃんが、崖までガーッと降りていって、磯の岩場の、相当足場の悪い、俺も歩くの大変なぐらいのところを、スタスタスタと腰曲がったまま行く。ちょっと懸命ひじき取って、こんもり取りようよ。ガチ？やっぱりこう、やれることがあるっていうのが、やっぱ高齢者の人も、すっごいやりがいがあって楽しくなってくるけん、そういうところに関わっていくのも一つの、方法やと思う。はいはいはい。今のポイントは何かって言ったら、シンにも言ったけど、組織ってね、人間ってやることなくなったらボケんのよ。ああ、はい。ゴールがなくなるから。はい。うん。いくつになってもなんか次のゴールがあると人って生き生き生きれんねん。ああ。そのおばあちゃん、普段はゴールないねん。だから腰曲がって寝てんねん、しんどいしんどい言って。ああ、はい。ところが、その一週間だけは金儲かんねん。そうすると、目の前に金儲かって楽しいねん。めっちゃ単純なことやねん、人間って。急に元気になんねん、病気せえへんねん、その1週間は。わかる？はい。だ人間ってそういうもんやから、逆に、本当にね、コウタ君が、例えば俺がイメージするのはよ、今聞いてて、はい、そんなに金儲けが好きなわけじゃないでしょ。そうですね、めっちゃお金が好きってわけではないです。なんかタイプを見てると、だっておじいちゃん、おばあちゃんを助けたいとか、まあ、なんかそのこと言うこと自体に、そんな銭ゲバな感覚がしないのよ、俺が見てて。ああ、はいはいはい。銭で言うてる感じがしないんで。はい。でもまあ生活のためにお金は必要やしね、最低限必要やし、お金はあった方がいいと思うんで、はい、もうその、何かをやった対価としてもらうんであれば、そういうことも考えたらどうな、おじいさん、おばあさんを助けて、そこからお金ちゃんともらえるようなことをやっていくとか。ああ、はい。うん。なんかさっきのその話があったそのまあひじきっていうのは一例なんですけど、うん、そういう風ななんていうんですかね、集まってみんなが集まってまあ今デイサービスとかそうじゃないですか、なんかイベントしてみたいな、そういうのもなんかやれたらいいなっていう風に思ってます。うん、だからそういうのってさ、夢を語るのはめっちゃ簡単やねんか。はい。
うん、でもそこからじゃあ具体的に落とし込んで、じゃあ何からやっていくかってことを、まあ、この後またやっていきたいと思うねんけども、今日はどこまでやるかっていうと、重要なのは、じゃあそれってさ、別に介護施設作らなくても、やることいっぱいあると思うな、田舎やし、特に。そうですね、はい。で、おじいちゃん、おばあちゃんが、都会と違ってさ、一軒に住んでるおじいちゃん、おばあちゃんいっぱいおると思うの、おじいちゃん、おばあちゃんだけで。はい。田舎って多いやん。めっちゃいます。おるやんな、それで俺もそれ分かるんやけど、はい、この人たちが、病院に入らず元気で生きられる世界作ったら面白いと思うよね。ああ、思いますね。いいっすね。介護なんかいらんやん。はい。介護ゼロとかかっこよくない？かっこいいっす。いや、それ面白いっすね。そう、だから夢ってそっちの方が顔変わったやん。はい。わかる？今、こうでも顔変わってるやん、そのさっき言ってたのと。ほんとすか？おじいちゃん、おばあちゃんを言うのじゃなくて、そっちの方が楽しくない？だって元気で生きと生き生きられる世界を作るために何ができるんだろうって考えたの。ああ、はいはいはい。あのね、世の中のね、こう、お困りごとを助けるとお金になんねん。ああ。なるほど。人が困ってること、一番困ってるのって一つはさ、俺も田舎で、この間、去年の親父死んだから、ばあさんだけ、うちの親、おふくろだけいるんやけども、もう、80回って、もうだいぶボケてきてるわ、どっちか言ったらね、腰も曲がってて、もう何回も脳の血管も切れてやってるんで、はい、まあ、ただ、自分で歩いて、どのくらい、ちょこちょこ歩いてんねんけども、はい、でも、帰るたび言うのは、歩けよ、毎日頑張ってって言うてってな。もう歩けなくなったら、ほんましんどなるわ、本人が。ああ、はいはい、はい。どこでも歩けよって言うて、ほんで今ね、自分の袋のために今、ゴールを作ってやろう思って、家の裏を、温室を作って、そこでね、なんか植えたろう思ってんねん。ああ。うちも土地はあるんだよね。あ、はいはいはい。そこになんか植えて、収穫をしたら金やるっていうシステムを作ろう思ってんねん。あ、それいいですね。人はね、1円ももらわんよりも、孫、ひ孫に、ちょっと小遣いやれるでもいいから、1日500円でも1000円でも儲かるシステムを作ってあげたら、もうこれだけで価値があんねん。でこれみんなが持って、ゴール持ってやって、それをちゃんと売ってあげるシステムまで、例えば、こうたくんと、例えば、それだったらシリと噛んでさ、組んで、何かその物販で、その作ったものを売れるシステムを作るわけさ、そうなると。ああ、はいはいはい。わかるかな？はい。それが売れて、ちゃんと利益になって、そこからちゃんと自分たちも、それをやることへのコンサル料をちゃんと取れて、で、そこでちゃんとやったぐらいのお金は、ちゃんとそのおじいちゃん、おばあちゃんにあげることができてたらどう？これ。ああ。確かに。すごくない？すごいですね。はい。そうですね。どんなビジネスがいいかっていうのは、うん、やっぱりその、自分の中では、まだ、曖昧なところが多いんで、まだ確立したことはわからないんですけど、さっきコージーさんが言ったように、やっぱり、介護をどうたらこうたらっていうよりも介護ゼロにする方がいいって言葉で、なんか、あ、僕もやっぱそっちの方がええなと思って、いいっていうかね、かっこよくね、はい、面白そうで、で、こうたの腕に追うてるやん、だって本人行かへんのにその介護施設は潰れんで、はい、すいません、これはもうね 100% 潰す会社のやり方やで、はい、うん、もう俺もやってわかるけど、潰した店はそんな多かった、やっぱね、うん、人にやらして自分も行かない、人にやらして儲かるもんだからないから、基本的には、うん、そんな簡単にね、はい、よく勘違いするのは、なんかお金だけ出して、あの器があってね、わかるやんか、施設だったら器がいるって言うてんやけど、はい、みんな言うね、お金がないって言うんで、みんな何かの器があって、そこにお金を払うから人を雇って働かしたら、それはうまくいくと思ってんねん、あ、全くうまくいかないんだそれは、そこに365日、毎日入る覚悟がない人がやると、まず無理やね、初めは。あ、そうなんですね。経験があって、ちゃんともう実績があって、ちゃんとシステムの構築ができてて、自動的になる、もうこれは結果が出てるもんは別よ。はい。真似しないだけやから。はい。で、ちゃんと例えば補助金がたくさん出るとかね。ああ、はい。そういうものがちゃんと分かっていて、それをやるっていう、これは真似するだけからできんねんけど、そんな夢を抱いて箱を作った人の 99% 潰すで、はい、飲食店見たら分かるよ、めっちゃ潰れてない、そうですね、めっちゃ潰れてるんですね、はい、あれはみんな一緒で、箱があってきれいにすりゃこうやったら人入ると思ってんの、入らへんねん客なんかで、人に任すと、金は取られるし、ろくなことないしで終わんねんそういうもんやねん、だからあんまり自分がずっと入るのは別やで、はい、
続いてるお店の、まあ全部ではないけど、ちっちゃなお店で続いてるって大体家族でやってるとこや。ああ、そうですね。そうやろ？はい。なんでか言ったら人件費がいらないし。はい。そして自分たちだから誰も金取らないし。ああ、はい。責任取れるし、労働基準関係ないから。はい。15時間、16時間働くねん、初めは。ああ、はい。そっからやね、初めて人を雇うとか言うの。ああ。まず自分ができることを本気でやらないのに、そこまで、それやっても無駄やで。ああ、はい、はい。はい。わかりました。うん。だから、一回その辺から見てみたらやれること、本当に。はい。うん。で、今言った、例えば、こたくんが想像してほしいんやけど、はい。まあ、取っ払ってな、すべて取っ払って、過去の話はね。はい。脳から一回取っ払ってもらって、すべてを。はい。でね、その老人と、おじいちゃん、おばあちゃんとかと、自分はどんな世界を作りたいんだろうって一回想像してもらいたいんだけど、どんなことを自分は彼、おじいちゃん、おばあちゃんにこう貢献できたら、自分は自分のことをこう、すごいなと思えるんだろうとかって、ちょっと想像してほしいんだけど、はい。例えばどんなことが、彼らからどう言われたいとか、どういう自分であるっていうのが見える、そこで。なんかこう僕のおかげで、うん、体の調子が良くなったとか、うんうん、そのやりがいを見つけたとか、うんうん、チェックを見つけたとか、うん、そういう風な、なんかその、まあ、第二の人生と言われたんですけど、うん、新たな目標を見つけるような人になりたいです。おお、そうなるとそれってやってて楽しい？それは楽しいです。せやね。はい。うん。じゃあそれになることを今決めてやったら？やりたいです。ちゃうね。やるね。やるっす。やんね。はい。今は全然具体的にならないや、まだ。やりたいこと、はい、やることが。でも、はい、理論はそこやんか。自分でやる理由っていうのは。はい。で、いいと思うね。本当に人に感謝されたり、人にいい影響を与えたりとか、そのおじいちゃんおばあちゃんが元気になってほしいということやんか。はい。で、多分、すごくもっと大きなことで言うと、今、本当にみんな家族、ね、都会に出て行って子供もいない、おじいちゃんおばあちゃん抱かとるって家族がいっぱいいるわけやんか。あ、はい。安否が気になるとか。はい。それとか、このおじいちゃんおばあちゃんが本当に病院に行かず最後その家で、ね。早い話かなんかな、もう、最後を見とるじゃないけど、すっと、あそこ来たら死んでたみたいな。みんな言うやん。だって死にたいって言うやんか。はい。そんなことを実現する世界を作る手助けをする人だったらどうな？あだって、あんなも授業でやってるやんか、今。見守りたいじゃないけど、おじいちゃんおばあちゃんが元気かどうか分かるような、そういう授業もあるやん。はい。見守るためのね。だから、それぐらいみんな気になるやんか、やっぱり。そうですね。うん。例えばそれがなんか逆に今やったら光太くんの言うみたいに、例えば農家っていうことを絡めて農業を やってるから毎日、今日何が取れたかのファックスでもらうとかしてたらさ、生きてるかどうかわかるやん。はい。元気かどうかわかるやん。お、頑張って作物作ってるわってわかったら元気やなってわかるやん。はい。で、今日は畑行けなかったらどないしたってなるやん。はい。もう連絡なかったらすぐ連絡入れたらいいよ、こっちからっていう。はい。そこにビジネス、何かチャンスあるんですね。すでに。本当ですね。はい、あります。ああ、そんな発想全然なかったです。そういうもんです。なるほど。そうやって考えていくのをこれからやっていくんだよ、この先に。ああ。重要なのは、こうたくんが本当にそれをやりたいか、やりたくかないかだけで、はい。まず自分は、そういう人として世の中に行きたいかっていうのがちゃんとあるんであれば。はい。あるでしょ、それは今も。それはあります。OK。だったら、そのためにやったらいます。別にそんな遠回りしてさ、よく言うのは、やりたいことは明確にこうビジョンとしてあるのよ、こういう人として。はい、そのための資金集めてこれをやりますって言うんだけど、そんなおかしいね。例えばね、これ言ってることは何かって言ったら、俺プロ野球選手になりたいねと思ってんねんな。はい。ところはバットとグローブ買う金がないね。はい、だからバイト行くって言ってんねん。あで、そのバットとグローブが20万ぐらいするとしよう、例えば。20万、30万。バイトしてない生活するから、2年ぐらいせなたまらんねん、20万が。はい。これ本末転倒じゃない？
そうですね。だったら、やる発想、野球したかったら、じゃあどっかにイラングローブとバットもらいに行ったらいいやん。ああ。じゃないやつを。はい。そして金ないから、どっかのボールフライトなんかやるから、そこでとにかく、そこで練習させてもらったらいいやん。はい。っていうことから始めんねん。ああ。やりたいことに向かって、そこに、集中してやらなきゃいかんときに、何わけのわからん、そのために資金を貯めますかみたいな。はい。で、その資金貯めて、成功するかどうかわからんことに資金貯めて、どうすんの下積みしたらいい始めか。例えば料理人になりたいって言ってんのに、サラリーマンっていうか別の工場を勤める人がおると一緒や、わかる？飲食店やりたいからそのお金のために俺バイト行ってんねん、言うてんの、わかるかな。はい、わかります。今一緒やで、こうやって言うてることでわかるかな。飲食店やりたいねん、はい、俺ならラーメンやりたいねんと思ってんねんけど、でもな、店やるには2000万いるから、5年ぐらいはな、頑張って働くねん言うてんねんか。はい。早いけよ、ラーメン屋にってことや。そうですね。そうじゃない？はい。給料安くたって、労働環境がひどかったって、美味しいラーメン屋に行って、修行なんても待っていったらええやん。安い給料で。はい。2年間は安くてもいい。どんな家で住んでもいい。その代わり、3ヶ月ごとに店変えてでも、ずっとアルバイトに行って店の味に盗んでこうって言った方が早ない？ラーメン屋なの。早いですね。で、その食ったラーメンをやった時に自分が誰かに紹介したらこんな作って美味しないって言った時に、それって息抜きで安いとこ探してやったら安いことでできるよ。ああ。金かけんと。はい。どっちがラーメン屋なのスピード早いかな。え、ずっと回って自分でそこで修行も詰めてってことですよね。そうやね。はい。絶対そっちからやりたいと思います。そうです。皆さん、ゴールがそこにあるので、全く違うことやりたがります。はい。なるほど。はい。だから、ブレブレになんね、余計に。はい。うん。それがあるんやったら、今から考えることは、まず何かできるんだろうってことを考えて、でそのために、知り合いとかあんの？何か。そういう農業とかなんか知り合いがあんの？農業は一応、おばあちゃんが農業はしようんですけど、うん、まあ、農家さんも僕ちっちゃい頃からよく絡んでくれやって、うんうんうん、仲が良くて、でもあって農業一回どんなんかと思って考えようと、うん、なるほど。で、それはね、香川県？これは香川県です。どの辺なの？香川？香川の国分寺のちょっと手前、今谷町ってとこ。おお、そこで何を作ってるの？そこで他の農家さんは一応まあ王道なのはお米とか、まあ、ミニトマトをよくて、うん、このアイコとかアイコのミニトマト、あ、アイコな、はいはい、そんなんを作ってる人が、まあ、ハウスの中なんですけど、はいはい、作ってる人が多いです。だったらあれじゃん、ほんまに本気であるんやったら、だって今2ヶ月も給料もらわんとそれでも生きていけてんやったら、はい、まあ、正直言うてな、こんなん言うてんやけど、はい、だったら俺やったら別に同じやから給料もらんでもいいから手伝わしてくれって言って、引きして一回何が作れるか試してみたらいいんじゃん。ああ、はいはい、はい。ほんまにほんまに。で、それやったら本当に、生活するためにアルバイトしなくてもいいと思うよ、この場合は。だってお金がいる、はい、いるって最低限いるんだったら、だってコンビニ行きゃ別に10万円ぐらいになるやん、1ヶ月。はい。だ10万円もらいながら、そこの農家のおばあちゃんのとこでもいいし、近所でもいいし、行きながら、なんかいろいろ修行して、何が売れるんだろう、どんなことが世の中今どうなるの調べながら、やったら面白くない？面白い。絶対僕もそっちの方がいいと思います。せやな。だその先にあるのに、おじいちゃん、おばあちゃんっていうのがちゃんとあって、一般はまず何ができるんだろうっていう、こうたくんが何ができるんだろうってことを探すために、いろんなことにチャレンジしていったんじゃん。